今日はですね、紀伊大島にカングレを釣りに来てます。養殖イケスのすぐそばにこういった船が係留してあるんで、いわゆるかかり釣りになるんですけれども、餌はこれ養殖のペレット、巻き餌のペレット、こんな感じで巻いていくと。でっかいグレ釣りたいですね。頑張りましょう。今日はすっごい風強いんですけど、まあこの河川湾内なんでそんなに波の影響はないですね。かかり釣りですから、風が吹いても船がちょっと揺れるだけっていう感じなんですけど、養殖イケスがいっぱい、まあ養殖イケスにグレがついてるっていう感じみたいですね。今日は初めてにしては良かったんじゃないですか。50ぐらいのグレと45ぐらいのグレ、あとは40ぐらいのイサキが2匹、いい感じですね。グレ3でイサキが2、全部で5匹、初めてにした上出来でしょう。でっかいね、紀伊大島のグレは。あんたないわ、びっくりした。こんな釣れるんですね、最高。でかいね、これ3匹入ってますけど、でっかー、こんなぐらい初めて釣りましたわ。イサキもでっかいしな、紀伊大島最高やな。エリエサでこんなん釣れるんや、やばすぎでしょ。